ニュースゼロのスポーツコーナーで首の動きがせわしない有働由美子と微動だにしない野球解説者高橋由伸。さあ高橋さん、阪神のあれ、強さの秘訣は何ですか？あ、そうですね、まあね、やっぱりピッチャーがね、やっぱ安定したっていうのがね、やっぱ大きかったんじゃないでしょうかね。打線も良かったですよね。そうですね、まあね、やっぱり中野をね、やっぱセカンドにしたりね、ポジションとやっぱり打順をね、やっぱ固定したっていうのがね、やっぱ大きかったんじゃないでしょうかね。生きてて良かった。続いてはお天気です。